こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。そして、自己演出プロデューサーの山口さん。それから、スマートアフトディレクターの高松香菜子さん。はい、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。メディアトレーニング座談会、まあ、いろいろな表現ディスクを取り上げています。で今日のテーマは、まあ、木原問題を取り上げたいと思っています。はい、まあ。今ね、とっても話題なんですけど、うん あの全然マスミで取り上げないので、でね、ネット上でとっても盛り上がっちゃってるという問題に、うん、知っている人と知らない人の差が激しいニュース、うん、そうそう、私の間はほぼ知らない人たちばっかりで、そニ、ねそうそうまあ、ュースに、ネットニュースをよく見てる人しか知らないということですまね。この問題を、まあ、女性の視点で、まあ、いろんな人がもう説明をしているので、私たちなりの の視点で女性の視点で考えるということをやってみたいと思います。だいたい男性ばっかりし発信してるので、<laughs> うーんそうですね。ね<で>、うん、で、どうして私が女性目線でやろうとしてるのかっていうのと,ところもね説明しつつ進めていきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも、はいはい、山口さん、あのえ、まああの皆さんそれぞれの表現リスクのところで、あるいは別に今回はね別に表現リスクに限らず、はいうん、女性の目線で。 この木原問題どう考えるかというのを言っていただければいいので、んそしてですね、うん、まず最初にあの私たち1回取り上げてるんですよね。そう,い木原さんそうですね,ねんで覚えてますあの ?1 年前ま余計にあ木原さんっていうのが <laughs> <laughs> ありましたあの。あの時皆さん、え木原さんあんまり知らないっておっしゃってたじゃないですか。そうです、ねうんうん、の岸田政権になってからになるので。 木原さんはやはりあの非常にこのできる人ということで、参謀なので、岸田、うん、さんの非常に重要な参謀になりますから、うんはいあ、注目されているということもあって、当時1年前も日経、1年以上前にな,なりますけどね、岸田、うんまあ、政権になってから、非常にちょくちょく出てきていますし、今のポジションは官房副長官でもあるので、まあ、このような形で記者会見することも。 よくあったんですが、まあ、その記者会見に最近は全然、はい、全然出てないとい,いうことも、うん、もう機能不全に陥っちゃってるというところもあるんですけど、うんあまあ、そこはまた別の機会に取り上げるとして、でも、うん、そのキ原問題、皆さん最初に知ったのは、つですか私に言われてそうですね、<や>私は石川さんから聞いて、うんうん、はい、見ました。私は割とした ニュースででちちょこちょここやっぱりそのこの木原さんこれで関わっていたのでああの木原さんと思ってであと、うん、で追っていったらまあまあ手争聖書なのが中身が満載だったのでねだけどわからないっていうところでちょっといろんなところを割とふらふらと見に当時は、まあ、このただやっぱりちょっと女性にだらしないっていうか、まあ、ちょっと下半身がねちょっといまいちあの だらしないっていうか、まあ、英雄色を好むとは言いますけども、も脇が甘すぎちゃってっていうね、<laughs> うのが。で、まあ、当時も愛人問題出てましたし、で、まあ、愛人問題ぐらいだったらね、まあ、よくある話だから、うんうん、まあまあ、こう、聞き流すっていうのもありますけど、まあ、今回出てるのは、まあ、この愛人問題じゃなくて、まあ、7月上旬から文春が取り上げ始めていて、私もヤフーでだいぶ取り上げたんですけど、はい、えっと、 まあ、遺族、遺族ですね。あの、何の遺族かっていうと、全く知らない人もいるので一応説明しておくと、木原さんの奥様が前に結婚していた前の夫、安田種夫さんという方なんですけども、この安田種夫さんが不審死をしたということですね。それは2006年になりますで。不審死して、当時は自殺っていうことで片付けられてしまったんだけれども、まあ、実はこれは殺人事件、事件性があると。 いうことで、2018年に再捜査が始まりました。再捜査されたんだけれども、はい、途中でストップがかかってしまいまして、うやみ合いになってしまった。でその後、はい、突然7月、7月まあ、それから2018年ですよね。それから5年経って、7月の上旬に文春で、キハ問題ということで、 取り上げられた後、7月13日に、つゆき警察庁長官が、事件性はないということでコメントし,したことに対して、今度は当時2018年、捜査をした再捜査の時に関わった殺意の方、もうこの方は退職されているんですけども、この佐藤誠さんという方が、顔は出してないんですけれども、実名で、 当時の証拠品について記者会見をするという非常に衝撃的な。私これリアルタイムで聞いてね、もうね、鳥肌立っちゃった。うん鳥肌立ちました。だって、撮影地の人って私たち接触することまずないし、うん、しかも証拠品についてすごい喋ってるわけで、そう,です、ね、うリアリティ、 もうリアルすぎて、本当にちょっと怖くなってきちゃったっていうのはありますね。でも、まあ、その遺族の会見ってね、よくあることなので、こ,のこちらの、矢野さんの遺族、お父様ですけどね、お父様たちが記者会見すると、遺族の会見はよくありますけど、やっぱりこの、ね、殺意地って、殺人事件を取り扱うような人が、やめたとはいえ、証拠品について、 非常に詳細に語る。その中国長官が事件性がないなんて言っちゃうもんだから、まあ、その、何言ってんだ、ということで、嘘 <laughs> つくんじゃない、ということであの、記者会見したということになります。うん、で,で、なんで木原さんかっていうと、あの2018年の段階で、捜査を止めたのが木原さんじゃないかというふうに言われて、うんうん、まあテープが残っていたり、うんで、そういったことが報道され、うん、そして、うん なんと、当時の警察庁長官、捜査を止めた、情報人ですね。今は、長官なんですけども、警察庁長官の、栗尾さんという方は、なんと、今、内閣官房副長官。原さんと同じポジションにいる、うん、ということなんですよ。うーん。と、うん、なると、ものすごく打撃が大きいわけじゃないですか。辻屋、うん、さんとしては。はい。 単なる不,、ね、不倫とか愛人ぐらいだったら、うん、まあまあ、まあまあってことですけれども。で、それがね、例えばせ、殺人事件じを、殺人事件を自殺にしたっていうことだ、単なるそれだけだったら、2006年の捜査ミスというか初動ミスで、警察が、まあ、誤ったっていうかね、あの、ダメだったっていうことになるわけで、単なる警察の不祥事なんですけど、もしそれを止めたのが、 ね、止めた人が今、内閣にいるとなると、それは大きな問題であり、でしかも内閣官房副長官、ポジションで記者会見を今やってない、い出るともう質問されちゃうから、出て、うん、ないということで、機能、うんまあ、不全に陥っているというところが大きな問題ではあるんですね。でもまあ、別に今日はそういう話をしようと思ってるわけなんで、みんなしてますから、ね <laughs> そね うん、話をしようと思ってるわけじゃないんですけど、うん、でもなぜ,なぜかこれを、ね、この撮影地の人が記者会見したって、すっごく大きな話なので、こぞってしそうじゃないですか。うん、でもみんな報道しないもんだから、ネットで盛り上がって、なんでマスメディア報道しないんだっていうことで、うん、ますます盛り上がってしまってるということなんですね。で、私は今日う、なぜこの女性視点で考えるキャラ問題をするかっていうと、 のこの、撮影地の佐藤誠さんが記者会見したときに、ね、はい、面白いやりとりがあったんですよ。<laughs> <laughs> 面白いやりとりっていうのは、のなんかね、じゃあまあジャーナリストがみんな来てるんだけど、まあ、どジャーナリストっていうよりは、割と YouTube の人が中心なんですよね、来てたのは。うんうん、あんまり大きなところの方はいらっしゃらなかったんです、ね、ああ、そう、一応いることはい,、うん、いたんですけどね。うん 割とユーチューバーの人たちが目立ってて、で、この木原問題に関してはいろんな方がやってるんですけど、この一月満冊家のこの佐藤明さんとかね、佐藤明さんは元朝日新聞の記者で、うん、佐藤明さんは経済部の記者だったので、社会部とか政治部じゃないんですよね。でもなんだかやたらと詳しくて、しかもあの、名探偵ポアローっぽい雰囲気がすごくあってね、あの、 佐藤誠さんの話し方って、まあうん、私、ちょっと好き,好きなんですけど。それで、あのー、もう一人いて、ユミリーう人か、まあこの女、女性、この人がジャ,ーナリストえジャーナリストって書いてあるけどねと思いつつ、まあ、YouTuber なんですけどで、この人の質問が、うん、なんかね、ちょっと変わった質問してて。 何、何したかっていうと、この殺一の佐藤誠さんは、木原さんの奥様を2018年に取り調べをしてるんですね。うん、で、その時の様子を聞いてるんですよ。うん、でブランド物身につけてましたかと <laughs> お<ー>どうでしたかとかね、聞飾ってました。ヘア,ヘアは、ヘアはとメイクは。その撮影の人はそう言われても、いやー。 女性はみんなそういうもんじゃないですかって言って、<laughs> じゃあ女性が、そんなことないですよ、<laughs> なんか、え、何これ <laughs> なんかね、そのやりとりが非常になんかお面白くてっていうか、なんかこう、がっくりする、でもその佐藤誠さんは、ユーチューブが好きで、こユ,ミ <laughs> ユミリーさんのも、佐藤昭さんのもよく見てて、すっごい楽しそうにね、回答してるんですよ。<laughs> で、それで、今日、で、それで思ったのが、まあ、まあ、そう、撮影中の人をちゃんと女性の服装とかブランドとかやっぱり見なくちゃなとかね。うん、私はそう思ったんですよね。あでも、撮影中は見ないのか、みたいなね。でそんなところから、女性目線で見るっていうのも面白いなと思いまして。はい。それで、まあ今日は、あの、お二人に意見を聞きたいなと思ってます。 はい、特にですね。うん、この木原さんの奥様は。うん、モデルさん。うん。読書モデルですよね。読書。モデルです、ね。えっと、モデ,ね、モデルさんって言っちゃうと、ちょっとすでに語弊がある気が、私はするんですけど、高松さんどうですか。はい、語弊あります。そうですよね。<laughs> 読書モデルとモデルは違う。はい、あの、違います。<laughs> ですよね。じゃあ、そう、そう、そう、この説明ですかね。 うんうん、読者モデルっていうのはあ,ある雑誌の、えー、先専属っていうか,、まあ、か雑誌社の方からうちの雑誌でモデルや,やりませんかって、まあ、声がかかってやるんだけれども、はいえー、全くもっとギャラが違うんですね、うん、あの私たちが例えば普通のモデルさんが、えー、事務所を通して、えーはい 雑誌のモデルとして起用された場合と、はい、読者モデルというのは全然ギャラが違って、うん、もう本当に読者モデルの方は、本当に5000円で使い、もう何カットも写真撮らなきゃいけなかったりとか、うん、もう本当にもバイトみたいな感じですね、どちらかというと。 ちょっっとと格が違うてこですね何でもやらされるし、もうギャラもすごい安い金額で使い回されるっていう、結構過酷なんですよ、読書モデルって。でも結局一般の方だから出られるだけで嬉しいから。そう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 。だから、プロモデルから選ばれるというよりも素人さんの中から選ばれてうちのドクもやってみないみたいな感じで声かかるみたいです。 ではベリーっていう雑誌の読者モデルですね、はい。ベリーっていう雑誌そのものはどうなんでしょうかね。まあ、モデルさんからするとベリーに出てるっていうことは。まあ、ベリーはとてもこあの有名なあのファッション誌ですし、あのまあ、出てるということで、まあ、ステータスにはな,るなっていたんじゃないのかなと思います。うん、ちょっと年齢層を高めなイメージが私にはあるんですけど。うん、うん そうですよね、うんまあまあ、ベリーというと、あ、まあ、昨日ちょっとスタイリストの高野さんとも話をしていて、うん、ベリーというと、もうやっぱりもうエルメス大好きっていうね、そういううなんだと。<laughs> どういう、まあ、彼女の分析によると、うん、お子育てもしてて、しつつ、でも女性としても諦めず、おしゃれをして、うん、男性とも、 夫ともとてもうまくいってるというところ、理想的な女性を追求する雑誌で、うん、ということなわけね。やっぱりそういうことなのかな。それでまあ、それでなんでルメスなのかなってよくわかんないんだけどね。<laughs> うん、私はあの、まあ。ベリー自体が、だからその、成功させた主婦みたいな感じのイメージ ね、<ー>なんかすごくおしゃれなキッチンでなんかあのすごくおしゃれな,な,んかなんかお料理を作っていてホームパーティーがか,かして <laughs> っていうような,、うん、なんかそういうなん、うん、主婦の中でも成功,成,功成功した主婦っていうのも変なんだけれどもセ、ね、セレブ感がもうセレブブ感感ががあるようなねそういうのをちょっとイメージした雑誌の作り方してるのかなて。うん 主婦の中のセレブいわゆるこの芸能的なセレブではなくて、セレブ主婦みたいな感じです。憧れのそうですね、主婦みたいな。どちらかというと、そっちですね。ビジネス仕事をバリバリするキャリアウーマンっていうよりも主婦。子供もいて、素敵な旦那さんもいて、素敵なお家があってっていう、そういうイメージかな。あと、モデル同士ってよく結婚するものなんですか あまあ、多いですよね。モデル同士も。うんまあ、フェアメイクとモデルとかね。うん、スタイリストと,とか。職場で出会うんですね。<laughs> そうそう。うん、まあ、職場結構みたいな感じでいますよね。モデル同士。ねえな、ね。みちょぱも確か旦那さん,、うん。そうそうそう、モデルさんですよね。そうそうそう。うん、い,やいや、私ねあの、リスクマネジメントとして、木原さん、木原さん やっぱり女性を選ぶ目がないんだなといことをすごく思っていて。間違いないですね。間違いない、間違いなくそうだよね。じゃあ、木原さんって、キラキラな人なわけじゃない超エリートですよね。超エリートで、東大法学部なわけでしょかなり優秀で、財務省出身で、明らかに総理大臣を狙うような人ですよ。ね そういう人が、まあ、なぜ、ホステスと結婚しちゃうかなみたいなね。<laughs> 当時、その木原さんの奥様は、当時、まあのー、一番最初は池袋のキャバレーにいたらしいんですね。ひと一月万冊の,の佐藤明さんの情報によるとですね、んなことなんですけども、うん。キャバレーって久しぶりに聞きましたね。<laughs> <laughs> そうなんだ、キャバレーなんてあるんだ。私ホステスの <laughs> あれくらなんか間違いじゃないか、キャパクラの間違いじゃないかなと思ったんですけど、2006年の段階とはそうなんじゃないですか<ー>っていう、ね、ハリウッドとか昔ありましたよね。今なくなりましたけどね。うん。うん、れあのイメージ。で、2014年に出会ってるんですよ。うん、まあ。2006年に事件はあって、で、ね、2014年に木原さんと会って、とまあできちゃった子、まあできちゃった子なんだけどね。うなでもされちゃったのかなっていうね。 今日は大丈夫っっってて言いいなながらしちゃたのかなっていうことでしょう、ね <laughs> ね、でも結婚するってことはまあね、まあでもまあ責任を取ってっていうね、まあまあ、なんかやっぱりその時もなんも同時進行だったらしくて、はや早く子供が生まれる方と結婚するみたいな話もありましたけど、まあ、とにかくまあ女性、まあね、でもね、あのいいと思うんですけどねあ、いろいろいてもいいとは思うんだけども、通常財務官僚って、<laughs> お金持ちと結婚するんですよ。うん、お嬢様ですよね。うん、お家のねそうそう。だって、だって、将来総理大臣になるとなったら、お金もいるし、うんで、それから財務省っていうとは、まあ、国税庁長官になったりするわけじゃないですか。うんうん、かお金持ちからすると、すごくこの,あの、お見合い相手としてもいいわけですよねうん、うんで。きっと木原さんもいっぱい来たと思うんですけど。お家も よく反対しませんでしたよね、池袋のキャバレーの人の当時はね、銀座のホステス。まあ、どっちにしろ、うん、ホステスですから。あ<ー>うん。あまあそうそう、お家でだから。でも、そんなのいくらでもお金を握らせて、うやむやにするっていうのはありな世界じゃないですか。いや、だから、<laughs> からそこはやっぱりうまくやったんじゃないのそれやっぱりね。 <laughs> うん、女性が、やっぱり女性がね。女性がね。うんうんでだ,だ,だいたいそもそもよ、2006年の段階で、まあ、彼女、殺一の佐藤誠さんによると、彼女はやってないということなんだけども、うん、まあでも、ね、共犯の可能性はすごくあるということは、ねうんうん、言ってるわけで、うんうん、そういう暗い過去があるのに、いや、だ、ダメでしょって、将来を担うような人と。うん、誇りだらけそう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 。や やっぱりそこは、まあ、自分のことしか考えないのかなやっぱり、やっぱりそうだろうみたいに思っちゃうんですけどね。だってそれでそのこのユミリンという人は彼女の弾き方が気に入らないって,ってずっと発信してるっていうね、<laughs> それはそれですごくよく分かる。ままあ、そうですだってあのアイドルでなんかレコードも出してるじゃないですか。 え、読書モデルもね、そういうの多分、女の人から大概嫌われるタイプだなっていうのはよくわかります。まあ女性から嫌われるタイプって男性は好きな好きなタイプが多い。大にせえありがちな話。だから男性も選ぶときは女性に不評な人は選んじゃいけないよねって。でもね、わかんないです、そういう人って。わかんないだから将来やればって思うんですよね。 だってほら将来ね、選挙とか出るときにやっぱり奥様の力重要じゃないですか。でも、やっぱお父さんはんか警視庁なんですよね。あそうお父さんはね、まあ、公安らしいけどね、あのうん、佐藤明さん情報によると、あの公安らしいだしね、正式には出てないんですけど、うん、ほとんど、ね、ネットには情報がないんですが警察、警察官、警視庁であることは確か警ですね、うん、これは有名ま、うん、まあまあととちちゃゃんとしたうちじゃうじなん ですよねだから硬いおうちなのでそれで銀座のホステスやるのかなって、うん、そこもすごく不思議では、うん、すごいとこ不思議ねえ<ー>何か無事を感じるまあ不思議厳しいおうちで反発したっていうイメージもなくはないんですけど、うんうん、警察とかあと先生のおうちとかって割とそういうお子さん多いので、うんうん、ドロップアウトしちゃう人多いんですけど、うんうん それは若干あるかもしれない。まあ、あくまでも、それで、そう、あのー、確かに、このモデル、最初に結婚したモデルの安田種男さんは、記者会見見ると、うちはね、記者会見、お父さん記者会見やってるんですけど、うん、どうも、あのー、日本人ではない外国人ですよね、うん、多分在日か、うん、在日の方かなという感じもあるので、うん、まあそれもあって、お互い、その実家同士はすごく、 なんか悪いっていうかね、あの、うん、全然お線香も上げてくれてないっていうことをずっと言ってましたので、うん、非常に関係が悪かったっていうのもあるし、あとは、なんだろうな、この、まあ、共同親権っていうか、あの、子供、ここもよくわかんないんだけど、あの、彼女が池袋のキャバレを与えてたのは旦那に稼ぎがないからだ、みたいな話もあって、それはやありがちではあるんですけど、 安田ネオさんは自分で子供引き取って育てようとしてたっていう。うんうん、そうでしたね。なんか、つい、うんね、てったみたいな話ありましたよね。そうですよね。で、それで自殺するっていうのも変じゃないですか。うんうん、そうです、そうです。ねね、あと、なんか刺され方も、いそ刺され方も自分でなんか刺すような感じの刺され方じゃないですよね。なんか、こうやってね、うんうん、記事読んでると。うんうん なんか喉から入っていう説もあるし、うん、頭から喉っていう説もあって、うん、どれなのかちょっとよくわからないんですけど。うん、どっちか自分を刺すのにこれ、これ,もこれもないよねっていう。ないよね。本当、うん、だったら、こう、首切るとか、こう、ね。うんうん、自分で首切るのは厳しいよ。大体、じゃあするときってさ、あの、ほら、あのロー,ロープとかで首や,やるの内部で自分の首切るって。うん、あり ねえサブライブ時代じゃないんだから、ね、っていう感じ、えー、そう,そう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 。でしょうね。た、うんうん、あのー、共同親権の問題もあるし、うんど、どちらが引き取るかっていうね話とかもあって、で自分で育てるつもりでいたのに、そもそもね自殺するっていうのもおかしいわけじゃないですか。うんうん、あそこも含めてね、うんまあ。すごく不思議な事件ではあるんですけど。うんうん まあそれで、その、まあ、どう、どうする、どうしたらよかったのかななんてね、私、本当、木原さんは多分ちょっと騙されちゃったかな、みたいな、そういうね、あの、感じもなきにしにあ,あらずなんだけど、うん、私が同情するとまたみんな怒ったりするので、<laughs> あの、見る目がないのはね、あのあ<の>自分の責任ですからね。そうね。いね <laughs> はい。 こんなに痛い思いしちゃってね。でもね、別、あのー、れるタイミングは、チャンスは一回あったんじゃないかと思うんですよ。別、うん、れる気配ないですもんね。だって2018年に捜査を止めたとするならね、俺が手を回しておいたからっていうんだったらね、じゃあそれを条件に、君のことは守るからさ、お願いだから離婚してくれよっていうふうに。うん ね、偽装離婚でもできますからね。うん、そ,うそう、そう。うん、うんで。で、そう、いったという説もあるし、そうなったという説もあるんだけど、それはわかんないけど。チャンスはあったと思うけど。うん、まあ、女性からすると、絶対離れな,ないよね。うん、どう、どうですか。女性の側からしたら。前の旦那さんに二人いて、木原さんとの間に二人いるわけでしょう。<laughs> うん、やっぱり四人、四人の子供を連れて。 離婚するって結構ようなことよね。金銭的なことも含めて。だってもうね、仕事には出らんないじゃないですか。そのタイプの人は。そうよね。働きは全然あると思うんです。仕事する気なんかないと思うわよ。そうなんだけど。だから、生活できないから、でも、要は生活できればその人は正直誰でもいいんですよ。ああいう女性はね。要は、エルミス買ってくれるような財力がある人 ちょっと思うんですよね。うん、うんいや。エルメス買ってくれる体力ある人ね。エルメス大事なんだ、やっぱり。エルメスなか。彼女にとっては多分エルメスが大事なんじゃないのかな。そうか、それをくれる私、もらえる私に価値があると思います。そうそうそう,そう。高いものを買っていただけるのは私が、私の力っていう、そこだと思う。<laughs> 対価だと思う。 <laughs> あ<ー>そこにだから自分の価値観をだからエルメスのバッグにこう反映させてるみたいな、<laughs> なんかそんな感じがしますよね、ああいう,ああいうものをこ,こ,これ見ようがしに持ってる人たちって。<laughs> そうそうだってモデルさんってねみんなも持つんですか、高松さん <laughs>。持つわけないじゃないですか。<笑><笑>えいあんない <laughs> いやいや、モデルはみんな持つのかなと思って、いや、それがもう、割と一般的で当たり前のことなのよっていうふうに高松さんが言うんだったら、それはそれを私納得するんだけど。全然、<何>もう、あのね、モデルさんで、ね、<laughs> エルメス持ってる人なんて、ほとんど見たことないですよ。そ <laughs> うですか。<laughs> 一般人の方がエルメス好きなイメージありますよね。私たちはどちらか、そう,かそう、ブランドにこだわらない人が多いです、逆に言うと、モデルさんは。 うん、ご自身がもうブランドだからねからシャネルだからとかエルメスだからっていうよりもあこのバッグすごい素敵好きで、うん、裏見てみたらあビトンだったとか裏見たらあシャネルだったっていうことはあるかもしれないけどシャネルだから好きとかついてるの好きな人ってないんですよね,ね。ですよね。1万円のバッグでもすごいかっこよかったら,よかったらそれがすごい大事なものになる。 のモデルさんからすると、うん、ど,どのようなものも着こなすし持ちこなすしっていうかそういう自信があるから別にあんまり関係ないのがやっぱり自分がしっかりするから、うんうん、か自分が好きなもの自分が似合うものであれば別にブランドでもノーブランドでも全然構わないっていう人が多いですじゃあモデルさんだから、うんうん、ということじゃないわけですね違います <laughs> そうですかいや じゃあ、読者モデルだとそうなるのか、あるいは主,主婦セレ,セレブ主婦だとそうなるのかしら、どっちかというとい。読者モデルで、要は出たい人は、自分が人からどう見られるかが大事な基準だから、持ち物も着るものもすごく気をつけると思うんですよ。これ持ってる、すごいでしょ、すごいって言われたいから持ってるだけで。<laughs> 本当に好きかって言ったら別だと思うんですよね。うんうん、あほ私は、まあ、ほらあんまりブランドものをよく知らない,らないっていうかね、あのそんなエルメスのバッグを持っている人ってあんまり周りにいないもんですから。<laughs> まね、あの使い勝手なもいですよね。それって、まあンゴの世界から言うとや、やっぱりある種のアピールだと思うんですよね。そうです なういうを持つことによって、うん、まあどういう印象を相手に与えるのかとか、うん、まあ、いうこともあるし、まあ、男性からすると、エルメスのバッグ欲しい女性って、すごい可愛く見えるのかなとか。ええー、<laughs> 可愛くじゃないかな。う,う,うん。でも、なんか、欲しいって言って、買える俺が好きなんですよ、男は。うん。でも、エルメスのバッグって、他のブランドのバッグにと比べたら、 論外に高いですよそうですよね。私も今回ね、うん、調べてびっくりしたの。だって3000、うん、万円のバッグなんて見たことないとかと思って。うんうん、3000万円もする。ねどんどん値段が上がっちゃってるんで、うん、今ね。そう。うん、もう2、うん、300万,万円ならまだ安いきるけど <laughs> 100万なら想像できるけど、ね、え1 0万、2000万、3000万円。ゼロが1個違う感じしますよね、エルメスのバッグは。 ね、でも別にね、あの軽くて使いやすいわけじゃないですしね。そう重<お>、ね、いの <laughs> 結構重いです。うんね。なんか、チャリンコなんか乗れないじゃないですか、あんなの持って。<laughs> うん <laughs> ね、だから、お互いにあの欲しいという人と、買ってあげる人の,その価値観は合致してますよね。そうですね,うねそう買ってほしい人と、買ってあげたい人って、やっぱりそれはそれで、やっぱりうまくマッチングしできるわけだ。 そう思います。うん、だって、エルメスなんていうものを知らない人からしたら、ただのバッグにしか見えないわけですから、価値も何もわかんないですけどね、うん。うん、うん、うん。そう思いますね、うん。うん。<laughs> まあ、まあ、でも、男性からするとエルメス欲しいわっていう女, <laughs> 女性が好きな人は、まあ、それはそれで、やっぱり自分も好きだし、 とということになるわけよね。買ってあげられる自分が好き、男の人は。そう,そうそう。性は買えちゃう,う。そう思います。と <laughs> いう感じじゃないかなと。<laughs> うん、で銀座のお店だったら、やっぱり高級なお店だったらね、それぐらいの、ほんと座って5万とかのレベルだと思いますから。うん、で、あとほら、今はあれですけど、銀座ってもともと売りかけで、あのホステスが売り上げ回収しなきゃいけないじゃないですか。 だから最悪、取りっ放した時にも高いバッグもらってれば、それを売って補填できますよねなるほど実務的なね点もあるということなんですね。うん、それもあ,のあるなとは思います。うん、保険で買っておいてもらうっていう感じですよ、ねうん。そしたら最悪あの、お客さんが飛んでもなんとかなるっていうケースはあります実際、お客さんが飛んだ知り合いもいましたし、詐欺で捕まったとか、そういうケースもあったので。 <laughs> ね、バーク買ってもらうとかねあのこう、高い時計買ってもらうとかね、ね,ね,ね、ま、だやっぱりね、そういう,こう,こう価値観をいろいろ考えるとね、うん、やっぱり、あの木原さん、すごく言う,言うのだし、その度胸もあって、交渉力もあるんですって、ね、だから、まあ、やっぱりこの、それは次の次の総理ぐらいっていうふうに、やっぱりみんな期待するし、本人もその気ではいるんだけどもね。 やっぱりこのどういう価値観を持ってるのかって重要じゃないですか。ね、はい。ね。ででとりあえず今回の件で女性からの票は集まらないですよね。そうですよね。確実にね。<laughs> とりあえず <laughs> で。そう。で、2018年の段階でこの捜査が入った時に、あの二階幹事長には、 相談しに行ったらしいんですけど、うん、まあこれはネットにね、載ってましたけど、うん、さっさと別れろって言われたらしいんです<お>まあ、普通そう言いますよね。自分の息子が、ね。二階さんなんか、よしって久しぶりに思いますけど。<laughs> そうですよね。まあ、このっさだって <laughs> いや、二階さんね、あの、そう、えらい撮影人がて、ね、あの、二階さんが進めろって言ったわけで、うん、まあ、あのーあ、二階さんそういうところもあるんだ。でもね、でも、二階さん、うん まあ、まっとうなこともね、たまには言うんだろうとは思うけど、でも一方、この、あの、自民党の情報局長っていうポストを与えたのも多分、はい、二階さんなので、私から、うん、私から見ると、なんか、アメとムチ両方与えてるみたいな感じもしなくはないけ、ね。そうですね。どうしたかったんでしょうね。<laughs> <laughs> そ,うそ,うそうそう、両アに言っちゃうっていうかね、ことにもなるわけで、木原さん、情報局長ってなったら、まあ、情報局長ってすごく、あの、力があるんですって。うん、だからそう、そういう捜査を止めれたりっていう可能、うんうん、こともできるということなのね あのえっ、ー、は、ネタ元を言っとくと、この佐藤明さん情報によっていうことですね。うん、ということになると、まあ、うん、ただやっぱり、やっぱりあの時別れるチャンスだったんだろうと思いますよね、自分の得たポジションと使って、トうた、ん、と目、売るんだったら、それと指揮官にちゃんと別れるっていうことができてればよかったんだろうと思いますけどね、できなかったんですよね、きっと。 でもどうでしょうそこで別れちゃったらまた評判落ちますかねいやもうその人を選んで結婚してる時点でダメですからね。<laughs> そも <laughs> そ,そもですよ。<laughs> 本当に。そこで別れたところでそもそもの話だって。確かに確かに。4人の子供いる女性を一たた人にしてみたい。それです。うん、評判落とすかな。そういう可能性もあるよね。う ど,どっちにし転んでももうだめでしょ。たた例えば、離婚したとしても、やっぱりそういうふうに言われちゃうし、このまま行た、ねうん、何やってんだって言われちゃうだろうし、うんうん、だったら一生ね、添い遂げていただきたいですよね、<laughs> いっそのこと。かなりでも厳しいよね、あの政治家としての将来<ー>。<laughs> そうですよね。そういうことね。 だから、うん、奥さんとキャバレーでもやればいいんです。本当に石さんおっしゃったようにね、2018年の時に、ちゃんと綺麗に別れてれば、こんなことにならなかったわけでしょ、うん、く少なからあでも、その時点でね、子子供がいるから別れられないっていうことだったんだろうし、女性が絶対分からないでしょうね、いろいろ。ねうんうん、まあ、本当に、ね、困ったもんだなとは思いますけどね。 でもこの、これってさ、なんで報道しないんだろうね。純粋にね。ああっていうのは。だからジャニーズ問題も本当になくてなくて、やっとここでドアがこじ開きましたよね。だからちょっとここをしつこくしつこくやっていったら、こじ開く可能性は大いにあるんじゃないかなっていうふうにしてはいます。うんうん、だ文春は一,一生懸命こうね、記者会見やって、うんうん、ね。まあ、田野さんだけじゃなくて、 やってるわけですよね。自分たち仕切って、これはやってるんですよ。記者会見。記者会見やってたので、まあ、こういうことってめったにないっていうか、初めてじゃないのかなって思いますけど、彼らは仕切って記者会見。弁護士さんによて違いますってやつですよね。そうそうそう。で、まあ、あの、司法記者クラブもやったし、で、こっちの、 サトイチの方は自分たちの会社でやってるので、うん、まあ完全に自分たちを仕切りでやってるわけで、まあ、それを考えたら、まあ、彼らとしても一般メディアに取り上げてもらおうと思ってやってるんだろうけど、うん、全然マスメディア取り上げないから、まあ、結局ネット上でもこれだけやるってことは、かなりやっぱり自信があって、裏付けがちょっとあってっていうことなんでしょうね。 あそれはそうでしするとほら、うん、内容が面白すぎちゃって、なんか推理小説を読んでるような、なんかね。ねいやあの、多分ドラマにしたらこんなことないよって思うようなことに現実に残っちゃってるっていう。ん。じかはこんな詰め甘いわけないよ。 思うような爪の甘さを露呈してますけど。そうですね。だからね、こういうことになっちゃって、気の毒といえば、私、結構ね、気の毒派だな、気の毒には思ってるし。伊沢さんはいつもそういう視点をお持ちですよね。私はなんか、自業自得だと思ってるんですけど。とんでもないと思うわよ、やっぱりね。伊沢さんが事件を起こしたっていうのじゃないからね。 ャラさん自身がね、ちょっとそれは女性選びを間違ったのねって言うしかないからほら、深読みすれば、お父さん警察、警視庁だし、となると、やっぱりいろんな情報が入ってくるじゃないですか、公安とかになって。そういう政治的に利用できるって、金持ちと結婚するより、こちらを選ぶっていう、彼の。 うん選択もあった可能性がありますよね。うん、うんうん、だからこういうことになっちゃうんだと。ね、でも親子からしたらねいやーやっぱりこうどうなんだろうねだって自分たちが事件を起こしてて、うん、ねえそのうち明らかになったらものすごく影響を与えちゃうっていう。 でも父親が警察官で警結で、その娘が犯罪を犯してるなんて、普通はあんまり思わないよね。うん多分そういうふうに思わずに。うん、だからうんなんか、なんか深い闇があるのかもね。娘ではもう道してないから、うんなんかものすごくまずいことがあるのかもしれない。もしかしたらそうですね。<laughs> そう,そうそうそう、うん、誰も知らない、実はみたいな話があるかもしれないですよね。うん、ちょっとこの事件の,、ね、この行く末は、ずっと見ておきたいですよね。うん、でもね、<ょ>あんまり女性たちは関心持ってないのね、どう,うん、どうも私の基準でもほとんど男性で、女性ちょっとしかいないし、うん、いや、どうなんですかね、どうですか、うん、女,性女性としては。 男性はすごく関心持ってるみたいなんですけど。男性はどの点に関心を持たれてると思いますか石川さんは。女性、うん、男性がその、この報道に対して関心を持っているっておっしゃってましたけど、男性はどの、このニュースのどこに対して関心があると思いますかあ、まず事件そのものじゃないあと隠蔽してるっていうこと。まあ、うん、ね。そこの、その部分じゃないですかね。 ドラ,まあ、ドラマティックだっていうのもあるし男性はやっぱり殺人事件だからじゃないですかで真犯人は誰なんだって、うん、純粋に。でも女性も知れば興味は持つと思いますけどね <laughs> だってこんなになんかななんていうのミステリーみたいなミステリー小説みたいな,なんか <laughs> あの警察小説のような。 ちょっと面白いじゃないですか、面白いちゃ失礼だけど。え、なんか記者会見見ると、ほら、もう一人男性が出てきたりしてますよね。私は。結構、今日の。さんの。付き合ってた人なのか。あ、あばいさんって人。そうです。あ、あ、そうそう、今宮崎の検庁にいるってね。あの方は、あの。えっと、学生の番人みたいですけどね。うん。 なんかもう役者が揃いすぎててね。うん、うん。そう。ちょっと、なかなか出会わないタイプの人が周りにいっぱいいるっていうすごい状況です。そうそうあものすごい優勢はあるの。ものすごいインパクトがあるのに報道されないっていうことが、うん、まあやっぱり政権への打撃を考えてるのか、うん、あるいは実はもっと深い、実は大きな不祥事っていうか、警察内部の、ものすごく深い深い何かがあるかも、あるのかもしれない。というふうにみんな想像しちゃいますよね。うん な,なんかね、あの、で、これは事件性がないなんて、トップが言っちゃったら余計に、うんうん、いや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 、ってざわざわするのは当然ですよね。うんうん、やり方が全部なんか裏目裏目に出てる感じが、今回に関してはすごくしますよね。ねうんまあ、ということで、今日は、よく <laughs>、お二人の意見を聞いて、ほっとしましたいや私はやったるとエルメスが気になってて、<laughs> まあ、エルメスが3000万円もするってこここ、今回初めて知ったので、それは。 すごく大きなね、びびまあショックというかびっくりで、すいません、ちょっと遅れてますよね、<laughs> 私 <laughs> え。いいんですの別に、はい、エルメスが全てではないですか <laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> ううあとほら、やっぱりなんか事件とかそういうものっていつもなんかこう, <laughs>、うん、こうブランド物品とかなんか,か,か変わったりしないやっぱお,お金に関わるというか。お金と、ね、ねうん、お金とか価値観とかがものすごく反映されるから、うん、どういうブランドを持つのかとか、やっぱね、うん、そこのこだわりがやっぱりこう、 反映されるのかなとかね。<laughs> かこう私の中で。<laughs> まあでも、自己顕示欲が強い人だなっていうのは思いますよね。うん,うん。どんな女性なんだろうってね、すごくね、こう想像しちゃうのよね。<laughs> うん、ね、<laughs> 見,見た目はね、優しい感じですけどね。そうね。 興味ががなないいよくかかんないがベールに包まれてるから、ねまあ、女性にももっと関心を持っていただきたいし、やっぱりこの総理大臣になるような人が、どういう人はどういうい人であるべきなのかっていうのはね、やっぱり関心を持った方がいい,ないいだろうなとは思うので、まあ、男性の人からしたらね、ちゃんと女性を選びましょうだよね。あ<の>ね周りの人に聞かなきゃだめですよ、自分だけじゃなくてね。でも言っちゃたもんだとさ、ね、もう選択の余地はないからね。 でもほら、ね、病院に連れていくとか、いくらでも手はある。それをしなかったこすごいなって思いますけど、なんかすぐしそうだけど。そうなんですね。そこはまた改めて、どうということで、日今日は木原問題を女性の視点で考えるということで、ちょっと暗けた感じでアプローチしてみました。山口さん。 高松さんありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい、皆さんチャンネル登録お願いします。あ、こ、はい、れ最近発信してないけどね。はい、さよなら。えー